ウームネットワークが、第2弾の募集を始めたらしいです。前回の動画でも言った通り、MCN に入って何一つ、いいことなんかないです。本当に、YouTuber としてこう体制したいと、ね、たくさんの金を稼ぎたいと思うんだったら絶対に野良でやった方がいい。まあね、目標が大物の YouTuber の方々と、まあなんか慣れ合いたいとか、イケメンの社長のね、動画にね、こうエキストラとして出るのが夢だったらね、そこが目標だったら、まあ別に入りゃいいと思うよ。でも、これで食いたい、金稼ぎたい、めちゃめちゃ有名になりたい、女食いまくりたいと思うんだったら、だったら絶対ノラでやった方がいい。まあね、本当にね、大人はね、ずる賢いから、この、有名になり、なりたいけども、どうしたらいいかわかんないっていう、迷える子羊たちをね、まあその、ここに入れば、我々が手厚くサポートしますって。でももう、うまいさ、もう口車に乗せて、バンバン登録させてるけれども、ね、大人はね、大人は本当に重要なことは教えてくれないし、ね、お前らのこと本気でサポートしようなんて思ってないから。はい。ということでね、YouTube の迷える子羊たち、迷える子 YouTuber たちのために、僕はね、一つの企画を考えました。それは、与沢柴田の大物 YouTuber への道。普段、大人が絶対に教えてくれない YouTube での体制の仕方、YouTube で有名になる方法を、俺が実体験をもとに皆さんにお教えするという企画です。で、これ、さすがに俺が、自分の商売敵をさ、こう増やすかもしれない、この危険なネタをさ、こうやるの、ただでやるのっていうのはあれだから、ニコニコユーザーチャンネルで公開します。ニコニコユーザーチャンネルで、一応公開する。で、月額会員で。で、会員になったら動画はもう見放題っていう感じにするから。はい。まあ今日はですね、そう、第1回目、与沢柴田の大物 YouTuber への道、第1回目を皆さんにお見せしたいと思います。それでは皆さん、ご覧ください。こちらです。どうもー、シーバタでーす。1日30分の労働で月収120万円を稼ぐ男シバタが皆さんを大物 YouTuber にします。はい。第1回目は何にしようかなっていろいろ考えたんだけども、みんなこれでしょ、面白い動画の作り方。皆さんね、YouTube 上げてる子供たち、面白い動画の作り方に悩んでると思います。なかなか面白いネタが思い浮かばない。うん、なぜならバカだからね。頭が悪いから面白い動画のネタ浮かばないで、結局ね、なんかしょうもない動画作っちゃう。うん、でもね、安心して、 YouTuber はバカでも有名になれます。バカでも体制できます。その方法を、まあ、今日僕が特別にね、お教えしましょう。まあね、答えから言うよ。答えから言います。答えから言うと、パクりましょう。あなたが面白いと思った、大物 YouTuber のネタを、パクれ。そのまんまパクれ。うん。ただこれ、注意なんだけども、これさ、やってる人いるじゃん、みんな。みんなやってる人いる。もう、YouTube ちょっと検索すれば、もう、みんながさ、うわー、ブン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 、みたいな。はい、どうも、何々ちゃん、ヒロシチャンネルのヒロシです。今日紹介するこっち、商品はこちら、ブルーシュコジュース、みたいなさ、やって、ただね、ただパクればいいだけじゃない。だって、それ見たら、あ、うわ、こいつ、あれじゃん、大物 YouTuber のパクリじゃんって。ね、すぐバレちゃうでしょ。だから、その、すぐバレるようなパクリ方はダメ。じゃ、どうすればいいか。どうすればいいか。答えから言いましょう。大物 YouTuber の昔の動画をパクろう。昔の。例えば、昔からネタ系で有名な、
メグインさんっていうね、メグインさんで、メグインさん、まあ最近はちょっとあれかもしれないけども、もう8年間やってて、でもうずっと手の込んだ面白い動画8年間アップし続けてたね。それをね、8年前の動画なんて誰も覚えてないじゃん。だから最初の方からパクっていけばいい。それだけで8年分動画ある。まあ中には、その日はそんな微妙、そんなに手が込んでなくて面白くないっていう動画もあるだろうから、お前が面白いと思ったものだけをチョイスしていくんだよ。そうすれば8年分とは言わなくても多分半分ぐらい、4、5年分はあるから、ネタが。うん、そういう感じで、お前が好きな配信者、YouTuber のネタをまんまパクれ。大丈夫、まんまパクっても、その多分お前らのそのクオリティだと、そのまんまパクってもそのまんまにならないから。うん、だから面白いと思ったものをそのままパクれば、一応なんかちょっと違った別物で面白い動画になるから、とりあえず昔の方の、誰も覚えてない昔の方の大物 YouTuber のネタをパクると。そうすればね、それだけで面白いネタですよ。はい、という感じでね、与沢柴田の、誰も教えてくれない、大物 YouTuber への道、ということでね、第2回の方が、第1回はプレとして、このように無料で公開します。第2回からニコニコユーザーチャンネルで、アップ、もうね第2回アップしてますので、皆さん登録して見てください。基本的に1ヶ月に1本アップしようと思ってます。はい、ということでね、第2回、与沢柴田大物 YouTuber への道、題名の方が、人の真似をするな。はい、こちらの方ね、チャンネル登録して皆さん見てください。ということで、与沢柴田でした。